こんにちは、インターン生の富田翔平です。今回はおじさんなら絶対ハマるであろうパチスロ台について紹介したいと思います。まず皆さんにお聞きしたいのですが、おじさんという単語の前に何か一つつけるとしたら何をつけますか？そうですよね、おじさんの前に一つ単語をつけるとしたらガルパン、つまりガルパンおじさんですよね。こんな名称のあるくらいおじさんを筆頭に大人気のパチスロ台ガールズ&パンツァー G という台の魅力について今回は紹介したいと思います。そもそもガルパンおじさんについて簡単に説明したいと思います。まずガルパンについてですが、2012年10月頃に放映された女子高生とミリタリーという要素を持った日本のアニメです。内容は戦車道と呼ばれる華道や茶道と並ぶ大和なでしこのたしなみとして認知されている世界を舞台に、戦車に乗って戦い全国大会で優勝を目指す女子高生たちの奮闘を描くストーリーです。ガルパンおじさんとは、この単語の意味は時期によって意味合いが変わることもありますが、だいたい20代後半の以降の、男性のガルパンファンの人のことを指す意味です。放映当初は今くらいの人気はなく、劇場版と今回紹介するガールズ&パンツァー G より一つ前のパチスロ台が導入された時と同じくらいの時期に人気が急上昇したと言われます。特にアニメを普段見ないようなおじさんたちがパチスロ台を遊んでからアニメを視聴しファンになったという方も多くいられるようです。ではここからは本題に入っていこうと思います。このガールズ&パンツァー G の一番の面白いところは何といっても AT です。 AT がわからない方は前回の説明があるのでそちらを参考にしてください。AT は、まあ、大当たり中のことなんですけども、まあ、面白いのは、まあ、当たり前なのですが、手に汗握る燃える展開が面白いのです。どんな AT かというと、まず一つ目、プレイヤーは主人公の高校になり、5つのある対戦校からランダムで1つ対戦校とプレイヤーの車両数、対戦校の車両数が選ばれ、戦車バトルを行います。2つ目、バトル自体は1対1で行われ、ベルを引くことでこちらの攻撃のチャンス、1枚の役を引くと被弾のピンチとなります。いかにして1枚の役を引かずにベルの役を引けるかがキーポイントとなります。3つ目、バトルはプレイヤーの高校が全滅するか、相手の高校が全滅するかまでバトルをします。プレイヤーの高校が全滅してしまうと AT は終了してしまいますが、対戦校を全滅させることができればまた次の対戦校が選ばれバトルがスタートです。この2番目で説明したポイントがこの1番の台の、醍醐味となっておりまして、まあ、ベルを引いた時に当たれとか思ったり、1枚役を引いた時に迷うけろって思ったりする、攻防戦が魅力的となっております。またこちらがかかった時にバトルの内容、まあ、こちらの残量数だったり、倒した車両数に対して、まあ、ランク付けがされます。このランク付けが高いほど報酬をもらうことができます。いい報酬をもらうことによって次のバトルが有利に進んでいくので、いかにしてキーポイントを早く引くことができるかが鍵となっております。この熱い攻防戦は面白い。この熱い攻防戦の面白さは実際体験してみると一番わかると思うので、ぜひ遊んでみることをお勧めします。
今回は以上となりますが、次項はリゼロから始まる異世界生活のパチスロ台を紹介したいと思います。この動画が気に入りましたらチャンネル登録といいねをお願いいたします。